はいどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに取り組む生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。さあ本日はですね、ちょっとお店 のどうしても行ってみたくて本当に紹介したいお店があったんですけども、店名を出さない、場所を言わないっていう条件付きで動画を出してもいいと言われたことなので撮ってきました。でですね、そちらのお店は渋谷から結構歩いたところにあるんですけども、本当に大人なカレーといいますか、もう絶品の欧風カレー、ザ正統派の欧風カレーが食べれるお店です。メニューは欧風カレーの1種類しかないんですけども、中に具材が入ってなくてトッピングするパターンとなっております。でトッピングの種類が野菜、鶏、牛すじ、豚、卵、炙りチーズ、この6種類の中から選べると。これを選ばなければ具材が入ってプレーンの欧風カレーが出てくるっていう感じになります。で今日は SNS にはちょこちょこ上がってるんですけども、豚と卵をチョイスして、いただきましたのでご覧ください。それではもう早速カレーの方からいってみたいと思います。本日のカレードーン。さあカレーが出てくるまでに出てくるこちらの最高に美味しいサラダを食べて待ちます。いただきます。さあまずはルーの方から、一口食べるとどこまで深いんだというぐらいコク深いルーで、本日もまろやかさが先に来て、その後に少し苦味のくる大人なカレーはもちろんライスといっても最高にグッド。さあそして待ってましたのこちらの鹿児島産黒豚のコンフュー、一口食べればその柔らかさに驚き、口の中に広がる旨味と肉汁がじゅわーっと広がりたまりません。もちろん正統派欧風カレーはこちらの卵ともバッチリの相性。ルーの辛さは星3つ、中辛のカレーよりも少し辛いぐらいのイメージ、キリッとした辛さと苦味が特徴的な、そんなカレー。後半になってもまだまだ嬉しい、こちらのお肉を残っているのを全部食していく、ライスと言ってよし、ルーと一緒に食べてもよし、超正統派と言わんばかりのモリモリいける、そんなカレーはカレー好きにはたまらない1店舗。店名は言えないのですが本当に美味しくいただけました。ごちそうさまでした。まさに正統派大好きなやつ。本当に正統派で、食べてちょっと最初はふわっとまろやかな感じかなと思ったら後から苦味が押し寄せてくるみたいな、そんなカレーでして、具は入ってないといえば入ってないんですけども、細切れのお肉がいっぱい入ってるのでそっちの方の味もありますし、またこの豚がね、鹿児島産の黒豚をコンフィーしたっていう豚なんですけども、もう柔らかくて美味しくて旨味があふれてする、そんな豚なんで、ぜひ注文される時はそちらおすすめとなっております。卵の方もね、まろやかで食べやすいザ・欧風カレーなんで、本当に皆さんぜひおすすめの今お店でございます。やってる場所、店名は言えないんですけれども、不定期で、しかもランチしかやってないので、ちょっとなかなか難易度は高いんですけども、多分見られてよくカレー知ってる方はカレー見ただけで、あそこだなっていう分かると思うんです。まあ最近急に出没した曲がりカレーで、ぜひねおすすめの1店舗なんで、ちょっと SNS で探しつつ、ここだなって思ったところに行っていただくしかないんですけども、皆さん行ってみてください。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。